チンジャガとね、アナゴって合うのか。まあ、おこげもね、こう、アナゴの湿気吸って。合わない魚だったりするっていう感じですね。20分経ちましたよ。でね、まあこんな感じでね、もう箸で触ってみて十分柔らかくなってるなと思ったら完成で、でまあ今回はね、まあこのまま冷まして何品かね料理していきたいと思います。これ最後煮汁残るじゃないですか。であのお寿司屋さんでアナゴにかけるタレあるじゃないですか、甘だれ、あれはこれを煮詰めたやつなんですよ。だから煮詰めを略して、まあ、アナゴの爪なんて言い方するんですけど、アナゴの爪はねこれを一回こしてあげて砂糖を加えて煮詰めていったもので、まあ今回ねせっかくなんで、これでね煮詰め作っていこうかと思います。まあ、こんな感じでねペーパーかましてあげて煮汁こしてって、であとそれを砂糖を加えて煮詰めるだけですね。まあこんな感じでね、こせたらこいつをね煮詰めていきます。でまあ砂糖はね甘めが好きならある程度強めに加えていいんではないかと思いますね。最初は強火でいいんですけど、煮詰まってきたら砂糖が入ってるんで焦げるんで、弱火でねもう30分とか1時間とかかけて煮詰めていくイメージですね。でまあこうやってねスプーンですくってみて、まあ、十分にね濃度がついたなと思ったら、火を止めて冷ませば、爪の完成ですね。で、まあ、アナゴを使ってねつまみ作っていきます。今回軽く炙ったんですけど、まあ、炙るのね手間だったら、まあ、電子レンジでねチンしてもいいし、あの煮汁に入れてね温め直してもいいしって感じですね。まあ、アナゴっていうとねどうしてもこれね、まあ、寿司のイメージがあると思うんですけど、寿司にするならねこれこのまま握ればいいんですけど、まあ、せっかくなんでね寿司以外のつまみを紹介できたらなと。で、まあ、まず一品目はねアナキュー。アナキューっていうのは、まあ、アナゴとキュウリなんですけど、アナゴとキュウリっていうのはね結構ね相性がいい食材として知られてるんですよ。まあ、なんか出会いの食材って言ったりするんですけど、まあ、寿司屋さんだとねアナキュー巻きって言ってね、あの細巻きにねアナゴとキュウリ入れて、まあ、巻物にしたりするんですけど、まあ、今回はねシャリ使わずにつまみ作ってみようかなと。で、まあ、こんな感じでね、海苔に穴子敷き詰めてあげて、まあ、ここにねきゅうりを、真ん中にね芯として敷いてあげて、で、あとはねこれ巻くだけっすね。まあ、巻くときはねこう巻き使ってぐるぐるっと、本当にねロールケーキじゃないですけどぐるぐるっと巻いてあげればいいんではないかと思いますね。置いとくと海苔がねこうアナゴの湿気吸って勝手にくっつくんで、まあ、このままねちょっと置いといてあげればいいのかなと。早くね作りたかったらここにまあご飯粒かなんかね塗ってあげてピタッとくっつけてあげれば、まあすぐにできますんで、まあご飯粒使わずともくっつけたければこうやって置いとけば自然と海苔が縮んでくっついてきますと。で、まあこんな感じでね海苔がくっついたら適当な大きさに切ってあげれば、まあいいつまみになるんじゃないかなと思いますね。こんな感じで、でねこれ海苔ってね切りづらくて、でアナゴが柔らかいから結構切るの難しいんで、これはね切れる包丁使うかね、まあ、なんかうまいこと切ってみてくださいと。まあ、でね盛り付けるときはねこっちの断面がなんかね、まあ、アナゴの真ん中にキュウリがあって面白いかなと思うんで、この断面見せながら盛り付けていってあげればいいんではないかと思いますね。まあ、で、仕上げにねこれねアナゴの爪煮爪をねちょっとかけてあげれば、まあ、なんかねこんな感じで美味しそうに見えるんではないかと思いますね。
まあ香りが欲しければこうやってね、柚子とかね、こうやって擦ってあげて、こうやってね上から振りかけてあげれば香りがあって美味しいつまみができるんではないかと思いますね。まあ意外な組み合わせで言ったら、これね、これあの新じゃが、まあ、新じゃがをこうやってね、まあただ茹でただけなんですけど、まあ砕いてあげて、でね、これ穴子刻んで入れてあげて、でね、まあ新じゃがとね、穴子って合うのかって思うかもしれないんですけど、新じゃがってあの甘辛くね、煮転がしじゃないですけど煮付けにするじゃないですか。そう、あの味付けがね、まあ穴子のね、味付けとね、砂糖と醤油と、まあみりんの味付けなんで、アナゴとね結構相性いいんすよ。なんでまあこうやってね砕いてあげて、でまあポテトサラダじゃないですけどね、まあ軽く和えてあげて、まあなんかこれだけだとちょっと寂しいんで、これはね半熟卵ねこう崩しながら入れてあげると、まあアナゴのポテトサラダじゃないですけど、意外とねこの組み合わせが美味しかったりしますね。これなんね、あの、アナゴの量が少なくても、結構ね、かさ増しじゃないですけど、いいつまみになるんではないかと。でね、まあ盛り付けるときね、どうしてもこう色が寂しいんで、このね、まあ黄色が見えるように、盛り付けてあげると、綺麗ですかね。まあ最後こうやってね、煮詰めかけてあげれば、アナゴのポテトサラダの完成です。まああとね、これね、あのアナゴ炊いた時の出汁、まあこれ使ってね何か作りたいなって思ったら、やっぱり炊き込みご飯作ってあげるのがいいんじゃないかなと。アナゴの煮汁の味が濃かったら、まあ多少ね水で薄めてあげてくださいと。若干ね、炊き込みご飯は若干固めに炊いた方が自分なんかは美味しいのかなと思いますね。で、まあこっからね、炊いていくんですけど、これね、土鍋で炊くときは沸騰させるまでは中火ぐらい、沸騰してからまあ10分から12分ぐらいね、弱火でこう炊いてあげるとご飯っていうのは炊き上がるのかなと。でね、まあ水加減はね、大体ね、通常の炊飯器の、普通っていう硬さで、1対2ぐらいの比になってて、でまあ固めだとね、だいたいね水と米の容量比が1対1ぐらいになってるんで、まあその辺ね詳しくはあの概要欄に貼っときますね。で、まあ土鍋でね炊くときはこんな感じでね、全体にグツグツしてきたらもう火を弱めて、で、まあ蓋してね11分タイマーかけてあげますと。11分経ちましたと。そしたら、こんな感じでね、お米炊けてると思うんで、まあ贅沢に穴子1本分ぐらいね、こうやって入れてあげて、あの炊き込みご飯っておこげが美味しいじゃないですか。なんで最後ね、5秒ぐらいね、こう火をね強火にしてあげて、でそっから、火止めて、でここで、10分ぐらいね蒸してあげます。まあこんな感じでね、十分蒸らせましたと。最後、このね、甘だれね。甘だれ上からかけてあげれば。はい、炊き込みご飯の完成でーす。食べるときはね、まあこうやってね、さっくり。混ぜてあげればいいんではないかと。でね、まあそこにね、これおこげができてるんで、まあおこげもね一緒にねこう混ぜ込んであげれば、はい、こんな感じです。アナゴの炊き込みご飯でした。